チョルポガタは、キルギス北東部のイシククル州、イシククル地区の都市、イシククル地区の行政上の中心地である、人口1万525人。チョルポガタは、キルギス北東部にある、同国最大の湖イシククルコ北岸に位置している都市である。リゾート地として知られ、中央アジア各地から多くの海水浴客が訪れている。旧ソビエト連邦時代は、ソ連各地から、 団体客が頻繁に訪れていたが、現在では、キルギス国内または、隣国のカザフスタンやウズベキスタンからの客が主であり、個人、または、小グループで来訪するようになった。多数の宿泊施設があるほか、サナトリウムが多く建設されている。また、チョルポガータ北西の山の斜面は、岩屋外博物館になっており、広大な敷地に転がる内称様々な岩には、4000年前に、 刻まれたと言われる祝いが900点も残されている。他に、歴史文化博物館がある。気候は穏やかで、夏季の気温は20から23度、冬季は0度前後である。最高気温記録は31度、最低気温記録はマイナス21度である。降水量のピークは夏であり、月30から40ミリメートルである。春と秋は月15から20ミリメートル。 冬は月8から10ミリメートル、年間258から272ミ、mm、リメートルで、ある。ありがとうございます。